アッシェンて、公平です。最難関なんじゃないかな、今。あれここだよねちょっと余計やって余計、ここ、ここ、ここ。前回死んじゃったところは、確か音割れてますよね、今日。ごめんなさいね。ドアが開いて、で、豚の指を渡すところですよ、確か。そこの最難関のところですね。皆さん噂の、あの最難関。わかるでしょ言葉少ない、私ですけど。 いつも説明不足と名高い私ですけど、お察しの方はいっぱいいらっしゃると思う。コックと一気打ちですよ。そこしかねえよな。このスマホ版に関して一番難しいと言っても過言じゃないんじゃないかな。前回、私はあいつと相まみえて初めて分かった。あそこが災難か。1にしとこうか、セーブ。これ何の広告なんだろうね。Facebook か。Facebook ってやってる人少ないらしいですよ。 ここの、あ、そういうこと言うと Facebook に怒られんな。ここの暖炉に入る前にセーブをしとくことによって短縮できるね。3回チャンスくれません今回。ダメかななんで3回かっていうと、私1回これ死んじゃうとやめましょうみたいなジンクスじゃないですけど、転用呪縛みたいなの貸してんだよね、自分で。だからやめたいわけじゃないんだけど、毎回やめてるんですよ、死んじゃった後に。 だけど今回さすがに厳しいんじゃないかな1回でクリアするっていうのは1回っていうっていうか1日1回じゃないですか動画投稿って同じシリーズがたまに23本ぽぽいと動画投稿するんだけどまたこっからがめんどくせえなとりあえず入っちゃうからイベント進めないと話になんないもんねでも3回でもダメだよねそういう最初にやった縛りをんああ肋骨ここ光らないんだね 本家だと光ったような気がするけど、気のせいか。だから1回にしよっか。やっぱ気合が入らないとダメだもんね。1回っていう風に決めてやらないと、多分3回、4回という風に重ねちゃうと思うんだよね、時間を。そうするとなんか、スマートじゃないじゃないですか。ゲーム配信者として、少しは平均値より高いんじゃないのかっていう、すごいな、空気がぽ、ぽってくるんだよね。 あんまり近くで、スマホ持ってるから近くで喋られるから、マイクに息が入る。なのでちょっと嫌ですね。セーブポイントないのが嫌だよね。エクストラだとあるんですよ、実は。ネタバレになっちゃうんだけど、解説プレイじゃないよ。ネタバレだから許してね。ゲーム開発者さん。ここに、えーっと、入れます。豚の指じゃない、金の端ね。選択してるところが白く、ああやっちまった違う違う、危ない お違た今何がやっちゃったんだ私覚えてないねこれどうやって死んじゃうんだっけいやちょっと待ってこれで動画終わりか今回にゃんねどうしたらいいのああ来て来て